シンドシンドシン。うわー、恐竜だわ。みんな見て見て、大きなダンプカーが来たよ。あれ、ダンプカーに箱が乗ってるよ。大きなダンプカーから箱を取り出してパカッと開けてみると、中にはあれ、車が入ってるよ。僕この車知ってるよ。日産のキューブだね。この車普通の車じゃないぞ。行くよ。まずはここをパカッと開くよ。次は後ろにくるっと回して、ここの扉のところをパカッと開くよ。こっち側もパカッと開いて、次は上のところをパカッと上げるよ。次は扉を下にぐちょググッと回して、こっち側も扉のところをググッと回すよ。次は裏に来て、後ろをパカッと開くよ。パカッと開いて、今度はこの扉をよいしょ、ウィンと回すよ。ガチャッと回して、こっち側も扉をウィンと回すよ。扉がこんな風に回ったら、次は後ろの車輪のパーツをウィンと下に下ろすよ。こっち側も下にウィンと下ろして、次は後ろからよいしょ、尻尾が出てきたぞ。次は前に戻って、ここから恐竜の顔がよいしょ、ガガンと出てきたよ。ここを戻せば恐竜に変身だよ。車が恐竜に変身だよ。恐竜の顔はこんな感じ。手がついてて足もついてるよ。尻尾が動いてとってもかっこいい恐竜だよ。うわー、キューブが恐竜に変身だ。かっこいいね。この恐竜のおもちゃはこれだよ。ダイヤロボ日産キューブブルーだよ。こんな風に車が恐竜に変身したね。この恐竜の名前はキュザードっていうよ。とってもかっこいい恐竜だぞ。このダイヤロボには説明書がついてるから、説明書を見ながら変身させられるよ。車が恐竜に変身するおもちゃ、とっても面白いよ。ドシンドシンドシン。うわー、恐竜だ。恐竜モードで遊び終わったら、顔をよいしょ、ガチャンと中にしまって、尻尾もガチャンとしまって、次は足のところをググッと戻して、こっち側もググッと戻して、後ろをパカッと閉めるよ。次は手のところをくるっと回して、手をよいしょよいしょ、手のところをしまって、反対側も手のところをよいしょしまって、ここを閉めれば車に戻るよ。車と恐竜どっちでも遊べるぞ。車と恐竜で遊べて楽しいよ。大きな消防署のシャッターを開けて、救急車出動、救急車出動だよ。うわー、救急車かっこいいな。救急車到着。救急車くるっと回して、横がガチャンと、こっちもガチャンと開くぞ。前をガチャンと開けて、前がパカッと上がるよ。中から出てくるのはよいしょ、恐竜の顔だよ。後ろもパカッと開いて、くるっと回して、下を開けて、足がガチャンと、こっちもガチャンと、手を出して、後ろから尻尾をガチャッと出せば、救急車が怪獣に変身だ。ドシン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 、ドシン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 、救急車が恐竜に変身したよ。ドシンドシン。うわー、食べられる。かっこいいね。消防署から消防車出動。はしご消防車、大型ブロワー車、赤い救急車、消防指揮車。消防車たちかっこいいね。消防指揮車が来たよ。この消防指揮車、後ろをガチャンとガチャンと開けて、前がパカッと開いて、上を上げると、よいしょ、恐竜の顔が出てきたぞ。今度は茶色い恐竜だ。くるっと回して、下を開けば、恐竜の足がよいしょ、ガチャンと、こっちからもガチャンと出てくるぞ。消防指揮車が恐竜に変身だ。
ドシンドシン、白い恐竜とドシンドシン、赤い恐竜だ。うわー、どっちの恐竜もかっこいいな。救急車の恐竜と消防宿舎の恐竜、みんなはどっちが好きかな。ドシンドシン、恐竜かっこいいぞ。